選択に自信を持てる方法みたいなの。結局最後はね、やりたいことがある人が強いんだよね。劣等感を感じやすくなんか自分がなっちゃってるみたいなのは結構自分の土壌というかレースを作るっていうのが大事なんですかね。どうも、しゅんです。こんにちは。今回も就活相談企画なんですけども、実際の就活生と本人さんに解決していただこうと思ってます。よろしくお願いします。どうも。簡単に自己紹介お願いします。女子大学クレスのゴーグルオバラ学部3年生の工藤美奈です。どうぞ、よろしくお願いします。今の大学生活の状況とか、今年就活だと思うんですけど、はい、そこら辺のお話を簡単に聞いてもいいですか？はい。1年生の時は、NPO で海外インターンシップの受け入れ事業みたいな、海外の学生を日本の企業でインターンシップさせる事業展開をしていたんですけれども、コロナの影響で、NPO 自体の運営が止まってしまって、サークル活動とかも全てオンラインに切り替わってしまった段階で、何か新しいことを見つけたいっていうので営業のインターンの会社に1年ぐらい行って、今はマネージャー職っていった形で女性メンバーのマネジメントみたいなところはしている感じになります。今回の悩みですね、工藤さんの方から茂木さんに言っていただけたらなと思います。そうそう、はい。周りの目を気にしない方法みたいな、自分の選択に自信を持てる方法みたいなのをお伺いしたいなというふうに。工藤さんと同じように周りの意見気になるとか落ち込むっていう人多いと思うんですけど、意識して治るもんなんですかね。治るとしたらどういうことを意識すると治るとかってありますか？あの、結局最後はね、やりたいことがある人が強いんだよね。その話で言うと、昔はやりたいことみたいなことに対して走れてた自分がいて、社会課題興味あるなと思ったのは、フィリピンに研修行きたいなだったりとか、理科の勉強好きだから理科勉強してみよう、結構自由にできてた部分が、大学に入学して選択に対する責任がちょっと重くなってくるじゃないですか。そういう中でやりたいことが思い描けなくなったというか、機会に出会えたらそこを取りに行くことはできるけど、自分が本当にやりたいことみたいなのが分かんないのに。今でもそういう時期なんじゃない？いろんなことが目の前にあるから、ここの次の一手は賢くやった方がいいですよ。どういう企業の選択肢があるよとか。選択肢を選ぶっていうよりはまずは広げることが大事かなと思うので、今のインターン先だけじゃなくていろんな職種で働いてる人に話聞いてみるとか仲良くなるっていうのはあるかもしれないですね。一番ね、イケてる人って自分の基準なんだよね。就職活動とかも自分で自信を持って話すとかって話せないっていう学生多いと思うんですよね。具体的なアクションとして自信をつけるとか堂々とする振る舞いをする上で大事なこととかってありますか？可能だったらでいいんですけど、全然違う価値観のコミュニティ知ってたらいいのかなと思うんですよ。あのコミュニティである評価を受けたからって別のところで言うと全然違うよっていうことを、複数のトラック持ってると意外と大丈夫。学生の時って一つのコミュニティしか知らないから、そこで評価されると絶対だと思っちゃうんで、それだけじゃないってことが体で分かると大丈夫です。確かに、自分も結構そういう経験あって、NPO だったりとか、インターンだったりとか、いろんなコミュニティに属し始めたぐらいから、一つの判断軸だけが全てじゃないんだっていうのに気づき始めて、そこから人の意見に素直すぎちゃう傾向があったんですけど、一回クリティカルになるというか、そういう習慣をつけるようになったかなって。自己肯定感って聞く居場所なんですよね。居場所が見つかれば自己肯定感って一気にできるんで、どう居場所を見つけるかということ。確かに。コミュニティの中で自分が気にしすぎてしまっている、結果として自分が数字とかを出せてたとしても、自分と周りを比較して勝手に劣等感に陥るみたいな。社会から見たら別に私が劣ってるとかでもないんですよ。だけど劣等感を感じやすくなんか自分がなっちゃってるみたいなのは結構。僕結構そのパターン、友達とかでも何人かいて分かるんですけど、そういう人ほど結果は出るんですけど、幸せかどうかはまた別ベクトルで。いや本当にそうです。幸せにならないパターンがあるなって思う、まあ、幸せの定義もあると思うんですけど、そういうところって治らないものなんですかね。それはね、今いる居場所の中で数値評価されちゃうとするじゃん。でトップじゃなかったとするじゃない。それはでもそこの中ではそうなんだけど、世間全体から見るとそこ自体が実はすごかったりするわけで、そうですよね。有名な研究でハーバード行った人より普通の州立大学行った人の方がその後の人生が良かったっていう。なんでかって言うとハーバード行くとハーバードの中で下の方だと思っちゃってやる気なくしちゃうんだけど、ハーバードの中ではこうなんだけど世間から見たらハーバードっていいじゃない。でそういうことが分かってきたんで、実はハーバードは学力だけじゃなくていろんな基準で入れるようにして、バスケうまいやつとか、ハーバードに入れて、でクラスの中でちょっと成績悪いんだよねって思われて言うとしたら、でもあいつバスケだからな、なんかあいつ勉強できないから俺大丈夫みたいな。組織の多様性が結局自己肯定感につながるっていうような研究があるんですよ。自分の土壌というかレースを作
作るっていうのが大事なんですかね。確かに現代はそれがやっぱりできる人が一番輝くと思うけどね、うん、周りがやってないことをやるっていうのは一つの解決策としてありかもしれないですね、うん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 、誰にも依存しなくていい体制を作ることが精神衛生上でも良くなるっていうのは、うん、それはでも就職することかもしれないし、うん、どこにでも通用するような自分のバリューみたいなものを自覚できるなら自信持って生きれるよっていう感じですね、うんうん、最後に工藤さんから感想の方をいただけたらなと思います。就活前だから壁になりすぎてるみたいなところもあったと思うんですけど、一つのコミュニティだけではなくていろんな人と出会ったりとかいろんな判断軸みたいなのを持つことによって自分のことを客観視しながらもそこだけにこう惑わされないみたいなことができたらいいなと思います、うん、自分で決めるのが一番大事な気がしますね。最後はね、自分で決めたら全くあるし、ね、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。